キリスト教東方教会聖教会コンスタンティノープル、総主教長コンスタンティノープル総主教長は、聖教会で筆頭の核を有する総主教長、教会である。コンスタンティノープル総主教長もしくは、全治総主教長とも表記される。継承は、ヒズ・オール・ホーリーノス。初代総主教は十二使徒の一人である、セアンドレアスとされている。現在の総主教は、 バルソロメオス一世である。総主教庁の所在地コンスタンティノオープルは、現在のトルコ共和国最大の都市イスタンブールに、あたる。総主教座は、イスタンブール旧市街の金閣湾に面した、ファナリ地区に立つセゲオルギオス大聖堂に置かれている。一カ国に一つの教会組織を備える。全地総主教バルソロメオス一世。リアサを着用し、黒ブークをかぶり、 花ギアを胸にかけ、杖に花を合わせて持っている。元来は、原始キリスト教の五大宗主教座の一つで、極めて古い伝統を持つ。かつては、東ローマ帝国の首都の教会として、また、東方正教会の主張として、東ローマ皇帝に任命された、宗主教が東ローマ帝国領だった、現在のトルコギリシャから、ブルガリアセルビア、さらにはロシアまでを管轄し、 ローマ教皇とキリスト教会の首位の座を争うほどの地位を誇っていた。また、東ローマ皇帝が、幼帝の時に宗主教が摂政となった例も複数、あり、勢族にわたって影響力を持っていた。当時の宗主教座は、アギア・ソフィア大聖堂に置かれていた。東ローマ帝国では、皇帝教皇主義が取られていた、皇帝が宗主教を兼任していたという説が、流布しているが、 いずれも誤りである。建前上は宗主教と皇帝は、勢俗の役割分担が規定されており、また実質的にもコンスタンディヌーポリ宗主教が、皇帝レオオン六世の再婚問題に際して、アギアソフィア大聖堂への立ち入りを禁じた事例にも見られるように、常に皇帝が、教会に対して絶対的な権力を行使できたわけではない。また、 コンスタンティノープル総主教を東ローマ帝国皇帝が兼任したこともなかった。オスマン帝国統治の時代は、東方正教会に属するギリシャ人、セルビア人、ルーマニア人、ブルガリア人、ブラフ人、正教徒アルバニア人、正教徒アラブ人を管轄する行政区分の長となり、総主教の下の大主教や主教が、正教徒の行政、司法、教育を担当し、 宗教税を徴収した。現代では各国の正教会が独立したために、主にトルコ国内のギリシャ系住民とクレタ島、アトス山の各修道院及び海外にいるギリシャ人正教徒を管轄するのみとなっているが、コンスタンティノープル総主教は全地総主教という称号を持ち、正教会の各教会の中でも第一位の格式を持っている。ただし、 各国の聖教会は対等であり、コンスタンティノープル教会及びコンスタンティノープル総主教が筆頭とされるのはあくまでも席次の上でのことである。コンスタンティノープル総主教庁は日本ハリストス聖教会の自治教会としての地位を承認していないが教会法上の合法性は認めており、一定の交流が行われている。日本ハリストス聖教会を たびたび訪問する香港のニキタス府主教はコンスタンティノープル総主教庁に所属している。当総主教庁の都市名には様々な表記がある。コンスタンティノープルは非常に長い歴史を持つ都市である上に様々な民族、言語が関わる都市である。そのため様々な呼び方、読み方がこの都市に対してなされている。以下にそれぞれの表記について解説する。 現在のコンスタンティノープル総主教座制度である、イギョルギオス大制度の内観。方針例ジの後継。右英体が歌っている。左側に、イタリ聖書のイコノスタシスが映っている。現在のコンスタンティノープル総主教長は5つの、大主教区及び70余りの不主教区に分割される。1204年に第4回十字軍、コンスタンティノープルを占領して、 ラテン帝国を建国した際、カトリック教会は亡命した、聖教会のコンスタンティノープル総主教の代わりに、カトリックの総大主教座を置いた。その後、1261年に、東ローマ亡命政権のニカイア帝国が、コンスタンティノープルを奪回して、聖教会の総主教座が復活し、カトリックの総大主教は追われた。しかし、 コンスタンティノープル総大司教の職名だけは残り、1964年まで名目上ながら存続していた。イエレミアス2世格古内は日本ハリストス正教会での故障。コンスタンティノープルの陥落でハギアソフィアがオスマン帝国に接収されたため移転を余儀なくされた。その後、16世紀末に現在地に落ち着くまでの間、何度か移転している。 コンスタンティノープル総主教長の紋章を用いた総主教器。東ローマ帝国の相当の和紙を受け継ぐ紋章をコンスタンティノープル総主教長は用いている。その他に全治総主教長とギリシャ正教会でよく用いられている。ありがとうございます。